ネリス空軍基地とはアメリカ合衆国ネバダ州ラスベガスの北東7マイルにある米空軍基地。2000年の時点で基地には8896人の人口がある。基地の面積は約46平方キロメートルあるが、そのうち62%は未整備の状態で使用されている。ネリス空軍基地はアメリカ空軍の極芸飛行隊サンダーバーズが本拠地としている。 基地名はバルジの戦いで戦死した P-47 パイロットウィリアム・ハレル・ネリスにちなんでいる。ネリス空軍基地は1940年10月に建設計画がスタートした。計画の主導はアメリカ陸軍の航空部隊所属であるデビット・ M ・シュラッターが握っていた。当時彼はアメリカ陸軍の軍用機による射爆撃演習場の建設を考え、 アメリカ南西部を中心に土地を探していたが、ラスベガス周辺の良好な気候に注目したため、ラスベガスの北東部に建設することが決定した。当時、建設現場周辺の都市の劣化が進んでいたため、周辺地域も空軍基地の建設による都市の発展を期待し、建設に絶望していた。こうして計画が開始され、3日後には土地の賃貸を完了した。 工事は1941年3月にラスベガス陸軍飛行場の基地名で開始した。年末頃には各種演習が行われるようになった。第二次世界大戦期には B-10、AT-6、A-33、B-17、B-24 や B-26 などの演習が盛んに行われた。それらの射撃の弾丸や破壊目標の破片などは 現在も周辺の散腹で多数見ることができる。1943年、1944年は演習のピークとなり、当時基地内には1万5000人以上の男女がいたと言われる演習に使用される軍用機の多くが B-17 であった。射撃の標的には軍事史においても珍しい有人標的機 RP-63 が使用された。飛行場は 終戦直後の1945年9月に運営が中止されたが、1948年3月に新たに組織化されたアメリカ空軍によって再び運営が開始した。1950年4月30日には基地名は現在のネリス空軍基地に変更された。その後起こった朝鮮戦争に合わせ、P-51、回 -80、 海マイナス86の訓練基地、また新型機の試験、評価も行うこととなった。1956年6月1日には、アメリカ空軍の極限飛行隊、サンダーバーズが、ネリス空軍基地に移転する。移転に伴い、サンダーバーズ運用機も海マイナス100スーパーセーバーに変更された。1960年には、さらに海マイナス105サンダーチーフへ、 機種転換されたが、配備後すぐに1日で2機が墜落するという大事故が発生したため、再び回 -100 へ機種が戻されている。1966年には、アメリカ軍における空戦研究の統一を機に、戦術戦闘機兵器センターが開設した。1969年に、サンダーバーズは長年にわたって運用してきた回 -100 を退役させ、 海マイナス 4E へ、騎士転換した。また海マイナス 4E も、1974年に T-38 に、騎士転換している。1980年頃には、模擬空戦大会、レッドフラッグを基地で開始した。レッドフラッグは、ネリス空軍基地で、現在も行われている。1990年代に入ると、ネリス空軍基地は、新型の戦闘機、 u -22 の試験プログラムを行う基地に選定され、各種試験が行われることとなった。2006年11月14日、アメリカ空軍は1970年代から1980年代に至るまでロシアのミグ製戦闘機を研究目的で使用していたという情報を機密扱いから外し公表した。ミグ -17、ミグ -21 やミグ -23 などの 戦闘機を仮想仇役として運用していたという。また、ミグ -29 もネリス空軍基地で運用していた可能性も出ている。2007年4月23日にネリス空軍基地は約570平方メートルに7万個のソーラーパネルを設置する新たな発電システムの計画を開始した。ソーラーパネルは基地西側に設置され2008年頃まで完成する予定である。 18メガワットの発電量が基地の約25%の消費電力を補うとしている。ありがとうございます。